はい、どうも沖縄の関です。ドラゴンクエスト発売日まであと10日になりました。さて、なんかね、いろんな、動画も新しく公開されて、まあ、この他あのオープニングの動画ということで、まあ非常にもう期待感強すぎて困り果てている。もうね、あと10日が我慢できなくて本当に困り果てているっていうくらいの、私でございます。さて、この度ですね、あのウィキの方に、ドラゴンクエストの11の復活、ドラゴンクエスト11の復活の呪文の掲示板作ったっていうのを、まあ、前回ご案内していたんですけれども、いろいろと考えてですね、ちょっとこれグレードアップいたしました。別の方に、はい、復活の呪文用の掲示板作りました。そして復活の呪文だけでなくて、あの攻略情報とか、まあ、いろんな会話もできるように掲示板グレードアップしておりきましたので、うん、よろしければですねご活用くださいますようにお願いします。ドラゴンクエスト11はね、なんかドラゴンクエスト1の時と2の時の復活の呪文を使うことができるらしいという要素も、まあ、いろいろあるので、これね、みんなの復活の呪文をこういう掲示板などで共有していくことで、またなんかね、面白そうな使い方ができるんじゃないかなと思っておりますんで、ぜひよろしくお願いします。掲示板については、この動画の概要欄の方に書いておきますんで、よろしくお願いします。というわけで、まあ簡単ですけれども、今日はこの辺で一旦終わります。この動画はね、はい、ドラゴンクエスト11のオープニングの動画、こちらはの検索して探していただければ紹介されていると思いますんで、ぜひご覧ください。感動しますよ。というわけで、まあ、今回はこの辺で一旦終わります。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。